各新幹線の下りのピークは29日で、午前を中心に指定席は満席が多くなっています。上りは来月3日が混雑のピークで、午後の東海道新幹線がすでに満席です。高速道路は上下とも来月2日が渋滞のピークで、上りの東名高速道路では55キロの激しい渋滞も予想されています。